されども、シェフのジョージロです。今回はフランス料理人である友人たちを家に招待しておもてなし料理を作っていきたいと思ってます。僕が料理長時代にアシスタント、2番手のようなポジションでサポートしてくれていて、今でもたびたび集まって料理談義をする間柄であります。年も近いことから当時のような上下関係もなく、彼らもシェフとしてのキャリアを着実に積んでいってるので、いろんな視点から情報交換もできて、本当に気の置けない友人といった感じですね。そう思ってるのは僕だけで、彼らとしては今日気を使うなって思ってるかもしれないですよね。そんなことはないと自分に言い聞かせながら、今日も楽しく一日を生き抜いていこうと思ってます。はい、そんなわけで夕飯に合わせて、予定の時刻までまだあと3時間ほどあるので、3品ほどゆっくり時間をかけて作っていきます。あ、ようこそ、ようこそ、いらっしゃい。お邪魔します。ちょっと、早くない？あ、ちょっとあの、電車が空いててどういうこと？僕はちょっと早く起きすぎてどういうこと？いや、ちょっとね、あまりにも早すぎて何もまだやってない。あの、これからやろうとしてたところで、これは手伝ってもらわなきゃいけないやつかな。ね、じゃあ使いますか。まあ料理人3人いる、揃ったことだしね、やるでしょ。はい、そうですね。じゃあみんなで何かやりますかじゃあやりますか。やりましょう。 OK。 これだけ用意はしてて、食材で、はい、まあ3品ぐらい作ろうかなって思ってたんだけど、せっかくね3人いるし、1人1品考えて作りますか。はい、はい、結構いい稲田があったから、これでカルパッチョやりますわ。じゃあ僕これ使ってピラフでも炊きますわ。おお、じゃあ自分はパイ包みでも作ろうかな。パイ包み、はい、パイ包みでも、もう肉ないよ、だって野菜しかないから。そんなこともあろうかと思って、ちょっとこれさっきコンビニでコンビニいいけど、パイ生地仕込むの結構時間かかる。そんなこともあろうかと思ってパイ生地作ってきたんですよ。いやもう最初から作る気満々でした。じゃあ俺ここで切り出しやるから、こっち大丈夫、ここで貸して。はい。じゃあ僕は切り口で切るとか。塩とか。あります。これでピラフ作るの？そうです。へえ。ポトフみたいなのを作って、うん、そこから、なるほど、はい、そのジュースで、うん、そのスープで米を炊くという。3人で半身で足りそうだ。カルパッチョやるっつっても、うん、それだけで、うん、ちょっと今後トマトはなんかサラダで使っていい？あ、使っていいですよ。あざす。これ使っていいですか？使っていいですよ。このトマトは何用？これはあのお米炊くときに一緒に、まあ、要はトマトソースじゃないですけど、はい、美味しそう、はい、結構スペインのピラフじゃないけど、あれ、場所なくなっちゃった。なんかじゃあ俺これ見ます。お願いします。すごい、なんかいろいろとこう連動しながらポジションを変えるっていう。マッシュルーム、それディクセルだよ。はい、これディクセル。じゃあ切り終わったらもうこっちで火入れちゃえばいいの。あ、あります。はい、です。カルパッチョのソースは生
みょうが、大葉、と、ナス、ネギ。ネギ。はい。ゴーグルって何？黒。白。すごい。自分の家のように。早いっす。さすがっす。それが長所。さすが。まったくで。カルパッチョのドレッシングは味のベース何が？バルサミコですか。バルサあれか。でも和ですよ。うん。醤油でいいですか？薄口でしょ。あ、醤油。醤油とワインビネガーとオリーブオイルみたいな感じでしょうか。ドレッシング。うん。じゃあ醤油ベースのドレッシングにしたい。ドレッシングというか薬味コンディモンごま油とか入れてほしいね。ちょっとごま油入れてもらうのがちょっと和すぎる、ね、強すぎる気が、うん、あ、それ背汁しないんだ。多分このものが、あ、背汁しないんだ。はい、いつもやってないですね。それは何、めんどくさいから。そうっすなんかシャンピニオン入ってる方がかっこいいじゃないですか、うん、そうすると上にちょっと重心的に置いた方がいいのかな。これで出し取って、この肉使うんだ。肉使います。あ、なるほど。野菜も使っていいですか。野菜、スープしましょうか。あ、スープにする。あの、多分余るんですよ、このジュースが。あ、いいじゃん。絶対的にスープ作る、はい、この血のところって、取る人。僕取りますね。刺身にするんだったら刺身にするとき取るよ。そうですね。臭くないですか。ちょっとね、血のちょっとだけ。このニンニクはじっくり炒めてください。この油にニンニクの香り乗っけて色がついてきたら取り出して、あと米を炒める。あ、ニンニクでも後からまた使うんでしょ。このニンニクは最後あの真ん中に乗っけて一緒に炊き上げるっていう。なるほど、はい、もうあとオーブン入れるだけなんですか。そうです、あと焼くだけ。はい、どういうの、間に合わない、間に合ってないか、ちょっとやられてます。え、本当ですか。あと何分。わかる。何、スペインのピラフ、はい、ピラフっていうか、あの、なんていうんですか、まあピラフですね。何言ったら否定した。サフランとか入れるんですけどね。これサーモン入ってない、入ってないです。もうなんか適当なスパイスで代用しました。何入れた。クミン、ターメリック、あと黒胡椒ですね。その辺で代用しました。めっちゃいい匂い。はい、香りがやっぱりスペインのピラフって感じ。あ、じゃあもうこの状態で炊き上げて。そうです。なるほど。はい、じゃあ違います。できました。あ、で、はい、でいい感じで水分が今ちょっと飛ばします。あ、なるほど、はい、で、蒸らして焦げないかな、そこは。ここ今いい感じに多分焦げてきてると思うんですよ。あ、で、どういうこと。焦げじゃん。焦げじゃダメでしょ。いや、この間もやったら結構やっぱりお焦げみたいな。しゃあないよ、ね、しゃあないです。包丁マジ綺麗よ。何でしょう、ね、
あれは使いやすかったです。使いやすいよ。ストーブっていいよね。いいっすよね、ストーブ。でもさ、ルクルーゼとストーブだったらどっちがいい？ストーブっすね。僕ストーブの方がいいっすね。あ、やっぱそうなんだ。ちょうどいいのかなっていう。ほんと？でもある。多分絶対入ってます。綺麗だね。美味しそう。この料理を作ると2つでできるんですよ。だしと、スープとこれが。でもスープ、なんか、うん、最初からやろうと思ってた。いや、全然思ってなかった。たまたま素敵なんでしょ。綺麗、ありがとうございます。そう、お疲れ様です。うん、まあ、あ、そうなんですね。そうですね。どう、でもちょっと難しいですよね、これ散歩が。おお。おお。いいんじゃない？おお。もうちょっと手前じゃん。もうちょっと、そう、でもいいんじゃん。いや、いいと思う。ね、全然いい。多分ね、回りますね、やっぱ。結構湯気出てんだね。しかもなんかいいじゃん、キウイさん。ちょまそう。カルパッチョ。何でしたっけ？稲田？稲田？カルパッチョ。あと、じゃあ僕食べましょうか。ニンニク食べますよね、いっぱい。うんうん。マジで。いいよね、塩気とか。うん。ちょうどいい。って思うんですけど。どう？どう？いや、いまいち。え？ちょっと弱くない？あれ？いまいち？あれ？え、もう一回いいですか？もう一軒もらって。聞き間違いかもしれない。そうそう、もう一回いいっすか。もう一回食べとくといまいちです。もうちょっと塩。あ、なるほど、はい、なるほどね。まあ、うん、そういう発言もね、はい、いいよね。そうだね、ありがたい、ありがたい。塩をもっと上司だけど。うん、うまいっすね。おいしい。いいね、パイ生地ガス、いいな。面白い。これ自分で打ったんですか？自分で。マヨネーズあるの？うん。ペアネーズ風マヨネーズ。これなんかパエリアが、これね、スープにもなるからいいね。というわけで、料理人の友人たちを招いたとある休日でした。次回の動画もどうぞお楽しみに。概要欄にある Twitter や Instagram も興味あったらぜひ覗いてみてください。それじゃまた会いましょう。アビアント。